純僧は中国語官の政治家。字は地名。一名に。予習衛宣軍英院兼の人。純粛の子。おいは純育。なお子に純。その子に純がおり。さらにその子には純継がいる。五官書において、父純粛のつてに付随する形でつてが立てられている。幼い頃から学問を好み、12歳にして、春秋、論語によく通じた。 継承に没頭し、祝いごとや弔いごとに出席せず、また出資の誘いが来たが応じなかった。淳宿には、淳僧以外に、県、安市、東、王、宿の七人の子がおり、淳氏の八竜と呼ばれていたが、八竜の中でも淳僧が最も良いと衛戦の人たちに評された。166年、大乗の長の利から思考と推挙を受け、道中となった。 しかしこの試験の際に、当時の政治に対しての痛烈な批判を行い、それが聞き遂げられると官を辞めて故郷へ帰った。東湖の金の際には会場へ逃れ、さらに南へと逃れた。この間十数年。この間に著述を行い、赤樹と呼ばれるようになった。東湖が解かれると高官たちは純走を争って、壁所をしようとした。四空の縁愛により、あり道に挙げられたが、 純僧は応じなかった。しかし後に、a 愛が死去すると純僧は3年の服茂に入った。このことで、さらに名声が高まり、大将軍南進の十字中郎となり、さらに自中とされた。黄巾の乱では、予習志士の王いに使え、公友と共に、黄巾軍を撃破した。何進むが中条寺の長譲ら殺害され、当宅により、 検定が擁立されると純僧は唐卓から離れたいと思ったが必わず平原軍の僧とされた。純僧が認知へと向かう途中、高六君とされ、さらに死空とされた。九十五日の間の出来事である。ある時に長剣と共に唐卓の長安戦闘をいめたことがある。死空になった純僧は長安へと帰り、唐卓の傍らにいるようになった。しかし、 当宅を放置すれば、五感が危うくなると考えて多いん。何、と共に計り事を練っていたが、病気のため死去した。去年63。当物後に、陰湯の妻となった娘が登場する。ありがとうございます。